皆さんこんにちは、まなみです。今回はミネラルコスメブランドエトボスのミネラルグロースキンクッションナチュラル SPF32PA3+ をレビューしていきたいと思います。こちらはライト、ナチュラル、オークルの3色展開になっていて、私はナチュラルを選びました。ツヤ肌になるクッションファンデーションで3種類の人型セラミドと植物成分が配合で肌に潤いを与えてくれて、あとは肌を整える成分も配合されているのと、石鹸落ちのコスメになっています。で、石油界面活性剤、鉱物油、シリコン、タール系色素、香料、防腐剤、アルコール、紫外線吸収剤不使用、パチテストとスティンギングテスト済みだそうです。エトボスミネラルインナートリートメントベースクリアベージュ SPF31PA3+、 こちらサンプルもいただいたんですけど、このクッションファンデーションとこの下地はラシャススキンシリーズっていうベースメイクシリーズの商品なので、合わせて使っていこうと思います。はい、ということで塗っているところからご覧いただくんですが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。はい、で塗っていくんですけれども、こちらのエトボスミネラルインナートリートメントベースクリアベージュのサンプルがあるので、半眼だけ塗っていきたいと思います。こちらベージュなんですけれども、少し明るいベージュっていう感じのカラーです。はい、で色はちょっとついてはいるんですけれども、伸ばしてしまえば少しだけ、本当に少しだけトアップされる感じで、じっくり見なきゃわからないぐらいなので、特に塗ってない方と塗ってる方で色の差っていうのはあまり感じられなかったです。ただ若干毛穴は埋まってるかなと思います。こちらのエトボスミネラルグロースキンクッションナチュラル SPF32PA3+ を塗っていきます。持って驚いたんですけど、結構薄めのケースになっていて、パフはちょっと今汚いので、綺麗な時に撮った動画をご覧いただきたいと思うんですが、硬さと薄さも標準のクッションファンデーションっていう感じがします。パフにつく量が多いので、この蓋の端あるじゃないですか、ここでちょっと取ってあげるとちょうどいい具合にパフに乗るファンデーションの量が調節できるかなと思います。はい、ということでアップでお見せしていきます。これあまり乗せすぎちゃうと毛穴落ちしてしまうので、少量ずつ重ねていくのがいいかなと思います。毛穴を全て隠そうとするとどうしても毛穴落ちしてきてしまうんですよ。なのでちょっと塗り方は難しいなっていう感じがします。まだ見えている毛穴とかも少し犠牲にして完成させないと毛穴落ちしてしまうなっていう感じです。こんな感じで私の肌色に結構合っていて、ナチュラルな感じなので色味はすごく好きです。反対側も塗っていきます。はい、塗り終わりました。アップでお見せしていきます。カバー力もあって綺麗に仕上がりました。ただ頬と鼻の毛穴を隠しづらいかなっていうのはあって、やっぱり滑らせる動きをすると毛穴落ちしてしまったのと、あと薄くレイヤーを重ねて毛穴が目立たないようにしようかなと思ったんですが、それもちょっと限界があるんですよね。あ、これ以上やったら毛穴落ちしてしまうんだろうなっていうのがあるので、ちょっと毛穴に関して言うとカバー力は個人的にはそこまでないかなと思います。ただ赤みは結構隠してくれて、これはすごく驚きました。やっぱりミネラルコスメなのでカバー力低いんじゃないかなと思っていたんですけど、すごい高いっていうわけではないんですけど高めだなと思います。で、下地を塗った方と塗っていない方だとあまり差はないかなと思うんですが、この後7時間検証していって崩れ方に差があるのか見ていきたいと思います。こちら3時間後の動画です。おでこも塗った直後よりはツヤ感がさらに出てきている感じがありました。皮脂が出て毛穴が目立たなくなるかもと期待していたんですが、変わらず毛穴は見えていたかなと思います。こちら5時間後の動画です。
毛穴落ちはしていなかったんですけど、ツヤからテカリに変わってきているのかなっていう印象で、鼻周りのテカリは少し気になり始めました。こちら7時間後の動画です。顔が光を反射するくらいテカっていました。で、下地を塗った方と塗っていない方でそこまで差はなかったかなと思います。大抵口周りはよれたりパサついたりっていうことが多いんですが、そういうこともなくすごく綺麗だなと思いました。それではマスクを着用した日の動画をご覧いただこうと思います。下地のミネラルインナートリートメントベースをつけなかった時の方が綺麗だったので、下地をつけた時とつけなかった時の2パターン撮ってみました。まずは下地をつけた日からご覧いただこうと思います。まずはミネラルインナートリートメントベースを塗っていきます。塗り終わったらクッションファンデーションを塗っていくんですが、初めてこのクッションファンデーションを使った日だったので量がどれくらいつくのかわからなくて、いざ使ってみたら結構たくさんついたので驚きました。1回取った分で全顔広げて足りないところに少し重ねるのが個人的にちょうどいい塗り方かなと思います。この日は毛穴落ちしてしまったので、毛穴落ちしたところをクレンジングウォーターで落として水で洗ってから化粧水と美容液を塗ってまた下地から塗り直しました。今度は毛穴落ちしないように少しずつのせていったんですが、パフを滑らさずファンデーションの量もあまりのせすぎないように注意しながら塗っていきました。なので毛穴が埋まっていないところがあるんですけれども、これ以上のせたら毛穴落ちしてしまうだろうなと思ったので、そのままマスクの検証をしていきたいと思います。イニスフリーのノーセブンブラーパウダー N を上から重ねていきます。パウダーも重ねすぎると毛穴落ちそうだなと思ったので薄めに重ねて塗っていったんですが、下地が保湿力高めだったのでパウダーを薄く重ねたくらいでは全然サラッとしなかったんですね。薄く重ねていくっていう工程を 3,4 回したんですが、サラサラにはならなかったのでまだ少しペタッとする感じは残っていたんですが、そのままマスク検証をしていきました。こちら5時間半後の動画で、マスクは約4時間半ほど着用していました。で、おでこなんですけど、まあテカっているものの特によれたりっていう感じはなく綺麗な方であるかなと思います。で、頬はですね、やっぱり毛穴落ちしていたりファンデーションが剥がれていたりよれていたりっていうのもありますし、鼻もテカリがひどくて毛穴落ちしていて、こちら側の頬は結構ファンデーションがよれているところもあるので、はい、それでは塗っていきたいと思います。この日は毛穴の調子が良かったからなのか、完璧とまではいかないんですけど、そこまで毛穴が目立つこともなく塗れたかなと思います。後でお見せするとこんな感じです。鼻の毛穴が昨日よりはだいぶ埋まった感じがします。今日はマスクをするのでイニスフリーのノーセブンブラーパウダーを使っていきます。パウダーをしっかりのせても毛穴ちはなさそうだなと思ったので、サラッとするまでパウダーをのせてみました。ちょっとツヤタイプのクッションファンデーションなんですが、マスクをつけるのでパウダーをつけてマットにしました。ということでアップでお見せしていきます。おでこはこんな感じです。パウダーはベージュのカラーのパウダーなので少しカバ力はアップしたかなと思うんですけれども、ライトに当たるとツヤっぽさあるんですが、表面はサラッと仕上げました。はい、ということでこちらの KF94 のマスクをして4時間検証していきたいと思います。こちらは4時間半後の動画で4時間ほどマスクを着用していました。この日は下地を塗った日と比べるとそこまで崩れていなくて綺麗だったんですよね。よく見ると毛穴落ちしてるところはあるんですが、でも下地を塗った時と比べると綺麗に保てていました。
ただテカリは出てきていて、肌を触ってみてもしっとりしていたので、メイク直しでパウダーとかをまた重ねた方がより長持ちするかなと思います。はい、でちょっと気になったんですけど、このオルビスのスムースマットベース、こちらリニューアル前のものなんですが、こちらを塗ってから下地をつけずにこのミネラルグロースキンクッションをつけるとどんな仕上がりになるのかなって少し気になったので、こちらの2つの組み合わせで試してみたいと思います。こんな感じの肌色の毛穴下地を塗っていきます。で、毛穴の調子が悪い時は毛穴下地を塗ってからこのクッションファンデーションをのせた方が綺麗に仕上がる感じはありました。クッションファンデーションはツヤタイプなんですけど、毛穴下地がマットなので仕上がりはマットな肌になりました。で、この後 3,4 時間ほどしかファンデーションをつけていなかったんですけど、ツヤはじわじわ出てきたかなっていう感じなんですが、それでもエトポスの下地を塗った時よりは好きなセミツヤ感が続いていたかなと思います。毛穴下地を塗った方が綺麗には仕上がりますね。今日の朝はミネラルインナートリートメントベースを塗ったんですが、塗らない方が結構マットに仕上がったなっていう感じがします。このクッションファンデーションはしっかりツヤ肌になるので、ツヤタイプのファンデーションを求めている方や乾燥肌の方におすすめです。あとカバー力も高カバーというわけではないんですけど、予想していたよりあったっていうのと、あと植物オイルが配合されていたからか、洗顔しても肌がつるっとしている感じがあって、翌日の肌も調子は良かったので、そういった面でも私の肌には合っているのかなと思いました。ただ私は毛穴の角栓が詰まりやすい肌質なので、鼻はクレンジングを使った方がいいのかなっていう感じがします。で、短所としてはやはり毛穴のカバー力はすごく高いっていうわけではないので、私の毛穴の大きさだと少し埋めきれていないところがあるのと、あと頑張って隠そうとすると毛穴落ちしてしまうこともあるので、塗るのが大変かなと思います。なのでこのクッションファンデーションを使う前は肌に水分をしっかり入れて、なおかつ毛穴の調子がいい時用にしようかなと思います。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。